Hey guys, it's Yuta. So different countries and cultures have different ideas of what's masculine. So I asked random Japanese people what traits they think are masculine. Check this out. お金をすぐ払ってくれる人だと思います。あとは背が高い人かな。そうですね。体ががっちりしててしっかり働いてる人とかのことを指すんじゃないでしょうかね。まあ経済力がある人ですかね。はい。なんかがっしりした人。見た目とかそんな感じですかね。筋肉とか。なんかマッチョみたいな。まあ、毛深くて。まあ、大事なところでちゃんと行ける人、女の子を誘ったりできる人ですね。ガタイが良くてしっかりしてる人、マッチョ。まあ、チンコでかい人、マッチョな人。であとなんかもう精子めっちゃ出る人、あ、聞いてもでかい人。やっぱ P が入るね、これは。わからない。がっちりしてるとか、あと仕事をすごくしてるとか、あとは例えば荷物持ってあげるとか、しっかりしてる人とかは素晴らしいなって思います。日本人の女の人は女性らしいと思います。男の人は人によると思います。そう聞かれるとちょっとなんかちょっとそうでもないかなって思います。やっぱりその海外の人と比べると、そのなんていうんですかね、求めてるものは違うイメージがあるかなっていう。その日本の女性ってなんかまあ、ダイエットのイメージとか強いじゃないですか。なんていうんですかね、健康的な体っていうよりかはなんか結構不健康体を求めてるイメージがあるっていうイメージですね。まあ、男性だとなんていうんですかね、あんまりその肉体的な男らしさを求めてないようなイメージがあるかなっていうイメージですね、僕は。まあ思います。はい。両方とも。そうですね。思います。らしくないと思います。アメリカの方がかっこいい。日本人女性は女らしいと思います。清楚。どういうところ、いやもうやっぱりなんかちゃんと気を使ってると思います。いろんな部分で、ファッションも化粧も。確かに確かに。なんで日本人男性は男らしくないんですか。なんかめめし人が多くなったと思います、昔に比べて。確かに。自分も含めて。あんま思わないです。どこら辺が。なんか海外の男性の方がなんかレディーファーストってよく聞くんで、そう思います。本当に海外の男性はレディーファーストしてくれると思いますか。うーん、思います。でもまあ人によるんじゃないでしょうか。女性ですか。あ、まあまあ思います。なんか結構ファッションに敏感なところが、そう思います。男らしくないね。チンコちっちゃいもん、みんな。まだまだ15センチある人多分そうそういないでしょ。俺が一番男らしい。以上。いや自分はどうですか。自分はでかいです。自分は間違いですね。こいつそっちになる。日本人の女の子は女らしいと思います。いや、女らしくないですね。やっぱ外人みたいな。あ、ね、外人って落としてこっぱい出す。パッツンとかしとるやつね、もう女らしくないもん。なんかもう駆け上げがいいね。日本人。いや、思わないっすね、あまり。どういうところが女らしくない。なんか流行りに乗れてないみたいな。ちょっとついて生きてないみたいな、この流行りに。日本人男性は、あんまり思わない。あんまりジェントルマンじゃないから。例えばドアとかは開けてくれないから。前海外住んでたっていうのもあるんですけど。そう、あんまりそういうところはないかなって。他の国と比べたら、でもそういう文化だから全然求めるとかないんですけど、まあ比べたらそうなのかなと思います。ちなみにどこの国の人が開けてくれましたか。でも韓国人もすごい優しい。結構文化的にもめちゃジェントルマンですし、スウェーデンの人とか、あとアメリカ人とかも全然普通に友達でも開けてくれる。他の国に比べたらぐいぐい来たりはしないなと思います。
どこの国が男らしいですか？人にもよると思うんですけど、なんか欧米系とかはグイグイなイメージがあります。じゃあ逆に日本人女性は女らしいと思いますか？日本人女性思います。なんか気にしてる人が多いかなっていう、そういうことについて女らしくよとか、そういうことについて気にしてる人が多いと思いますし、まだ家庭とかを、家庭の仕事するのとかも女の人がいるっていうのが、まあちょっと変わってきてるけどあるから、そうなのかなって思います。そうですね、なんか男女問わずかもしれないんですけど、周りの目を気にしたりすることが多いと思うので、それが女らしいって言ったら女らしいかもしれない。I'm actually personally pretty interested in this topic, but it's kind of hard to get deeper answers in this interview style. So maybe I'll think about another format to cover it. But there are also articles and books that discuss gender issues in Japan. But if you want to read them, you'll have to understand Japanese. And if you want to learn Japanese with me, I can teach you the kind of Japanese that real-life Japanese people today actually speak, which can be different from the kind of Japanese that textbooks teach you, because they can be kind of unnatural and old-fashioned. So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. All right, see you guys soon. Ciao, ciao.